こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。えー、Amazon オーストラリアが食料品の扱いを開始しました。まあ、いよいよオーストラリアアマゾンがね、食品の販売を開始しました。まあ、これで Amazon の販売力が強化されます、まあ。なぜなら、おもちゃ屋さんや本屋に毎日行く人はいない、まあ。中にはいるでしょうけど、レアですね。普通は行かないです。まあ、せいぜい週に一度か。 あるいはおもちゃ買わないとか、まあ、本は買わないって人もいます、まあ、しかしスーパーには毎日行くのが普通とねえー、1週間に1回スーパーに行かないって人は、まあ、逆にほぼいないんじゃないかな、まあねえー、主婦の方は毎日行くでしょうしまあ男でも飲み物買いにとかねえー、スーパーには大抵毎日行くと思います つまり、毎日アマゾンにアクセスする人が増えることを意味します。アクセスが増えれば、ついで買いも起こります。まあね、えー、オーストラリアアマゾン。まあ今までね、えー、広告らしい広告をオーストラリアにいた間、ほとんど見なかったんですけど、まあ考えてみれば、この食料品が始まらないと、広告をしてもね、えー、プライブサービスが、まあ、いくら無料で一月お試しったって全員入るわけじゃないし、 広告やっても多分ね、ぶどう狩りが悪いんでしょうね。まあ、ところが、食料品はね、えー、まあ、自分だったら、柿ピー売ってたらね、えー、もう迷わず、アマゾンで柿ピー買えんじゃんって言って買いますね。あと日清カップヌードルね。まあ、何しろ、私、柿ピーが大好きで結構食べますしね、日清カップヌードルがな,なぜか3ヶ月に一度ぐらい無償に食べたくなるんですけど、まあ、オーストラリア、ね、 中国人や日本人の多いチャツウッドというねシドニーの中でも日本食品とか買いやすい地域にいたはずなのに柿ピーを買うのが大変だったと売ってる店行っても品切れとかそういうことが多々あったんですけどアマゾンならねえまあ一度扱い始めればまず常にある状態になりますからまあオーストラリアね住むのもアマゾンがこの 頑張ってくるるととすすごいい便利になるなと思いまもと、まあ、に、ね、食品扱うっていうのは、まあ、これはもう Amazon をね、えー、使ったことないって人がほぼいなくなる状態を作れるわけですから、まあ、今までとは、えー、桁違いに多分 Amazon へのアクセス頻度が増えるそして Amazon そのもので物が買えるってことが、えー、分かると Amazon が分からせる宣伝等も始めるはずですから いよいよね、えー、ここから約1ヶ月ちょいで、えー、ブラックフライデー、そして2ヶ月で、えー、ボクシングでセールなんですけど、いよいよアマゾンの構成、本格化するだろうなという感じです。まあね、今のうちから商品をちょこちょこ出してね、ね、えー、コツコツ出して、サイバーマンデー、あるいはブラックフライデー、またはボクシングでね、えー、ガツンと稼げる商品を見つけていっていただければと思います。 まあ何しろ、食品の販売開始と。まあ、オーストラリアね、えー、これ、随分と便利になるし、えー、アマゾンね利用者増えるだろうというのを、ね、予測されるニュースなんでお知らせしました。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。